ボンドチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。ボンド大阪高橋です。岡です。今日ご紹介するお車は、こちらの X290 の、ベンツ AMG GT 4ドアの 63S フォーマチックプラスになります。長いですね。噛みそうになりました、はい、こちらの車ボンドグループでも人気ですよね、はい、そうですね、結構入庫率高いですね、はい、そうですよね、結構浦和店とかでもよく、はい、そうですね、カスタム例がよく上がってますが、はい、で今回はね、まず前回りから見てもらうと、はい、まあ、ブラックアウト至るところに来たんですけれども、はい、ここのパナメリカーナグリルとかですかね。そうですね、ここのメッキの部分をまずブラックアウトしたのと、はいはい、とここも変わってます。そうですね、枠も、はい、グロスブラックでペイントしてますね。あ、これペイント？そうですね、グロスブラックで枠はペイントしてます。へえ、はい、でここもスモークペイント。そうですね、中は濃いめのキャンディースモークペイントしてますね。レーダーセーフティーも OK。 そうですね、もう全く問題なし作動しております。なるほど。これもそうですね、ここは、グロスブラックのラッピング、ここラッピングでブラックアウトしてますね。もともと何色やっけ。もともとシルバー、シルバー、メッキみたいな色ですね、はい、へえ、かっこいい。そうですね、かなり引き締まるので、うん、ね、はい、でキャンディースモークとかと迷ったんですけど、うん、もうお客さんが黒っていう感じって言ってたので、なるほど、もう真っ黒にしちゃおうと。じゃあこれはもうリッキーにちょっと 黒くしといてみたいな、はい、お任せな感じ。そうですね、で僕に黒くしといてって言われればもうこうなると思っててもらえる大丈夫です。なるほど、はい、でサイドもブラックアウトしたんですけれども、うん、ここ、そうですね、ここの、フェンダーのダクトの部分、これもともとメッキ。もともとメッキです、はい、そこを、クロスブラックで、こちらもペイントです、ね、ペイントで、はい、ちょっと形状が複雑なんで、ここはもうペイントで。あー、なるほどね、はい、ってます。で、あとウィンドウモール。そうですね、ここのモールをグロスブラックで、うん、これはラッピング。こちらラッピング、はい、で、あとはドアハンドルとサイドの、そうですね、トリムかな、サイドのトリム、ね、まあ、結構真っ黒にするなら定番の。そうですね、ここは抑えておきたいところかなというところですね。やっぱり横やるだけでだいぶ変わるもん、ね、そうですね、印象がだいぶ変わります ね。で、ラッピングがあと、あとリアですかね、はい、あとはリアのここ、ここと後ろがまずそこと、ここがペイントで、マフラーエンドはペイント、そうか、熱持つもんね、はい、じゃあ一通りメッキのトリムとかは全部黒にして、エンブレム類は残してる感じで。そうですね、あえてエンブレム類は残してる感じ。なるほどね、はい、かっこいいですね。真っ黒にすると、まあもともと黒い車なんで。そうですね、真っ黒にするとかっこいいね。ちょっと怖い感じになってしまいますけど、うん、はい、まあまあそれいかつい感じの方がそうですね、かっこいい、似合ってますね、はい、であと目玉がホイール、ホイールなんですけれども、もともとは確か21インチだったかな。そっか、 63S やから。そうですね、うんうん、はい、あのよくある AMG のホイールが入ってたんですけれども、うんうん、今回 BC フォージョの HCS03 HCS03、はい、の22インチを装着22インチしましたね。でフィニッシュはディスクが、ディスクが、ダークブラッシュとブラッ ク, ブラック、はい、でリムがグロスブラック、リムがグロスブラック。これも最後まで悩んだんですけれども、うんうん、でお客さんも黒っぽい感じで任せるって感じで、ね、失敗したらあかんなと思いながら。せやな、はい、でもこの前後のコンケーブ具合はやっぱりやばい、ね、BC フォージドならではな。そうですね、うん、めちゃくちゃ攻めてるんで。最近アメタンとかと比べてもコンケーブ具合はなんか BC が一番攻めとる気が、うん、ね。リッキー、これ J 数はフロント 10J、リア 12？ よくぞ聞いてくれました、お母さん。お、そんな貯める、ね、フロントが 10.5J で、リアが 12.5J 今回入れました、あ、やからコンチ6でちょっとこ う, そうです、ショルダーが寝てる、ちょっと寝てる感じあると思うんですけれども、これをちょっと出したいがためにもう半 J 太くしました。へー、じゃあインナーも OK な。インナーもそうですね、もうリアはギリッギリです。へー、この方が GT63 のキャラクター考えると、そうですね、ムッチリよりも、そうやね、はい、ちょっと引っ張ってる方が、そうですね、へー、なるほどなるほど。ここは結構
まあ、最大と言っていいぐらいのこだわりかなと、うん、はい、つら具合もいい感じやし出づら最高です ね、はい、でももちろん車高はロアリングでロアリング、うん、IID のロアリングキットでローダウンしてます。いやかっこいいこれめっちゃかっこいいです、うん、かっこいいし悪そうやし確かにかっこいいね。なるほどそんな感じかなざっとそうですね。なんでまあ、このナナさんもそんなに長く乗るつもりはないとはぜひこの仕様でいっぱいなるほど、ね、はい、乗ってほしいなと思ってます。 OK です、はいはい、というわけで今回のボンドチャンネルは、はい、高橋プロデュースの GT63S の紹介でした、はいはい、同じ仕様が作りたいとかもうちょっとここをこうしたいとかあればぜひ高橋までご連絡ください。お願いします、はい、では今回のボンドチャンネルはこの辺りで。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。